皆さんこんにちは。東部大学経済学研究科高齢経済社会研究センターの陳鳳明と申します。私の専門は、医療経済学で、主に、高齢化の分析をやっています。具体的には、主な3つの研究をやっております。1点目は、東日本大震災後の高齢者の健康状態がどのような影響を受けているのかについてを研究しております。2点目は、中国の、社会農村保険について、高齢者の、労働や消費にどのような影響を与えているかについて、そしてそのメカニズムについての解明です。3点目は、認知症の、経済的分析についての研究です。学部時代は中国の大学で日本語を勉強していて、4年間ぐらいで日本語を勉強しましたので、せっかく日本語を勉強したから、日本に留学しようという気持ちが出ていて、こちらの東北大学に、留学に来ました。その当時は、ちょうど2011年の9月ぐらいで、半年間の、研究生としてをやっていて、2012年の4月ぐらいにこっちの、大学院に、修士として入学をしました。その時には日本語専攻なので経済に関しては、ほとんどというか知識は結構少なかったので、それでいろんな授業とかに出ておりまして、だんだん経済の知識も身につけて、そしておそらく修士と1年生後半ぐらいで、研究者になっても悪くもないなという気持ちが出てきて、それで、だんだんこのさらに、いろんな経済分析とかをやっていて、特に私は経量分析に興味がありまして、データの分析とかはやったりとか、あと、プログラミングとかは書いたりとかということがあるので、だんだん興味が あって、そして一気に博士後期までに、行きました。私の場合は実は、いろんな留学、留学生のための、支援とかを受けた経験があります。まず最初の時に、日本に来た時に東邦大学は特に経済学研究科の方が中途制度がありまして、要は初めて日本に来た留学生に対して日本人の中途、と一緒に遊んだり、または日本の、生活とかを理解してもらうためになんか援助してる制度がありまして、私の当時はちょうどそういう制度があったので、日本人の友達、日本人との学生さんと友達になって一緒に遊んだりとかもしていました。そして自分の生活の悩みとかがある場合は向こうと相談してこう解決することもできましたので、すごく役に立ちました。そして特に留学生にとってはおそらく経済的には少しなんか悩みとかがあると思いますが、実はうちの研究科で、ティーチングアシスタントとかリサーチアシスタントという制度がありますので、要は先生の、元で、授業の補助や資料の調査などにして、アルバイトする制度があります。要は、自分の、学習能力の向上、または経済的にも少し支援も
あったので、または、学生さんとしてはあの、論文を書くのが、まあ、もちろん重要なんですが、実は海外とかで学会の発表も結構重要なので、そうすると旅費とかは結構痛い部分があるので、私の場合は、まあ、海外の発表のための支援制度があります。私この支援制度を使って、北京大学で人口に関連するあの国際シンポジウムに、出ていて、そしてあそこであの発表とかをしました。要は、まあ、東北大学はあのたくさんの支援政策を提供していましたので、その制度を活用して、皆さんの研究業績の、を高める時には活用することができます。まあ、研究というのは、まあ私にとってはあの研究の一番というか、あの正しかったことは、学会とかで自分 の, あの論文とかを発表して、あのそしてあの自分の研究をちゃんと理解できる先生とディスカッションすることは楽しいです。なぜかというと、自分の研究を理解してくれて、そしてちゃんとあのアドバイスとか、コメントとかをいただいて、さらにこちら の, あのアドバイスとかを活用して自分の論文の映像改訂に活用することができますので、そして自分の論文の質はどんどん高くなっていることはあの楽しみです。または、まあ、当然、論文は自分の子供みたいなものなので、それで、まあ、やっぱりちゃんと最後まで面倒見てあげたいので、その結果としてはどこかの雑誌とかで掲載することになると思うんですが、どこかの雑誌とかであの掲載されるとすごく研究者にとってはすごく嬉しいです。